皆さん、こんにちは。中国奏者の本橋隼人です。今回はですね、島根県出雲市に来てまーす。出雲といえば出雲大社、そして後ろにある那須の浜が有名ですね。なので今回は山ではなくてこちらに伺いたいと思います。楽しみです。それでは行ってきまーす。出雲大社はですね、やっぱり出会いの神様って言われてるので、やっぱまあね、これから僕もいろんな人との出会いがあると思うので、それやっぱりお願いしたいなと思って、出雲大社就任したね、本家の島根君に伺いたいと思いました。そしてね、この皆さんの浜、このここのね、砂を出雲大社に持っていくと、すごい取り味があるみたいなんで、ぜひね、砂、出雲大社に持っていきたいなと思います。すごい、いい感じで、今日天気が良くてね、すごい絶好の日ですね。あ、お賽銭箱だ。はい、じゃあ今回はですね、島根県出雲市の稲さんの浜に来ました。はい、じゃあコラボ企画、まずボタンや焙煎堂さんのドリップコーヒーとパンコル姫さんのアンニャンコロパン、いただきたいと思います。はい、じゃあボタンや焙煎堂さんのコーヒーもできましたし、アンニャンコロパンと一緒にいただきたいと思います。うん、おいしい。しかも私あんこ大好きなんですけど、あんこずっしり入ってる嬉しい。子供たちも喜ぶと思う。はい、いただきました。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、じゃあ少しですけどこれを握りしめて自分の大事に願いを叶えていきたいと思います。はい、じゃあ港の浜から砂をね、締めて 1.5 キロ歩いてきました。はい、じゃあこれから出雲大社に行きたいと思います。 V 力的な感じでぜひお楽しみください。めっちゃ天気がいいですね。あ、見えてきた。最初にね、ここで清めていくと出雲大社はね、普通と違って2礼4つで1礼なんですよね。行きましょう。
はい、じゃあ見えてきました。日向の浜の砂をね、これをお守りにしたいと思います。はい、じゃあ今回はですね、島根県出雲市にある皆さんの浜と出雲大社に来ました。はい、出雲大社行ってたんですけど、本拠はですね、出雲大社っていうんですけどね。はい、各県にある文書に出雲大社って言うんですよ。はい、また一つ見てみましょうね。次はどんな県に来るか、ぜひお楽しみにしてください。それではまた。